ヘレン・ケラーの聖火、アイビー・グリーン城、アラバマ州におけるコルバート軍の位置か、コルバート軍におけるタスカンビアの地域、タスカンビアはアメリカ合衆国アラバマ州北西部に位置する都市。同州コルバート軍の軍庁が置かれている。人口は8423人。市は北緯34度43分51秒整形87度42分10秒に位置し、 地域面積は18.9平方キロメートルである。タスカンビアはテネシー川の対岸に位置するフローレンスを中心とするザ・ショールズと呼ばれる都市圏に含まれている。タスカンビアはヘレン・ケラーを生んだ地である。ヘレンが少女時代を過ごしアンサリーバンと出会った聖火アイビー・グリーンは市中心部の北に立地しており、敷地ともに博物館として一般に公開されている。 アイビーグリーンは1970年に国家歴史登録財に1992年に国定歴史建造物に指定された。この地に最初に入植してきたのはフランス人であった。しかし、フランス人が作った入植地は1786年に壊され、その後地に地下相族が集中するようになった。その後1815年頃、 マイケル・ディクソン一家がこの地に移入してきた。1820年に町は、おコとコさという名で正式に法人化され、1822年に行われた投票により、地下相続の州長の名にちなんだタスカンビアという名に改められた。コルバート軍地方裁判所1824年に、町の近くのテネシー菓子に船着き場が設けられると、 テネシー川の周運により町の商業が発展し始めた。1830年代に入ると蒸気船の利用者は減っていったが、商用交通路を確保したがあった地元商人たちによってタスカンビアとディケーターとを結ぶ鉄道が敷かれた。この時に敷かれたタスカンビアコートランドディケーター鉄道は1850年代に 入ると、メンフィスチャールストン鉄道の重要な部分となり、19世紀末に至るまでタスカンビアを鉄道交通の中心地から占めることとなった。南北戦争においては、メンフィスチャールストン鉄道は南軍の重要な補給路となったが、それがゆえに、タスカンビアは北軍の攻撃対象となって大きな戦災を受け、復興には20年の歳月を要した。 南北戦争後、1867年に、タスカンビアは、コルバート軍の軍庁所在地となった。最初の軍地方裁判所は、1882年に建てられた。現在市中心部に建っている白アの庁舎は、1909年に再建されたものである。この軍地方裁判所を中心とした地区は、1973年、コルバートカウンティコートハウススクエア歴史地区として、 国家歴史登録罪に指定された。ありがとうございます。